パチプロのメモの魔力。パチンコの日本酒2回世界一周した私、近藤春菜がパチンコの楽しさと勝ち方を教えるチャンネルです。どうも近藤春菜でございます。はい、というわけで本日はパチプロのメモの魔力、はい、パチプロが何をメモしているのかと、そういうテーマでお話ししていきたいと思います。前回ですね、前回回転数を測るだけではなくて出玉数も測ろうよと、はい、でその出玉数を測ってそれをツールに打ち込んで、だいたいどれくらいの期待時給とか1回転単価とかあるのかというのを確認していこうよという話で進めてまいりましたね。はい、まだそちらご覧になってない方はぜひそちらをご覧ください。はい、というわけでそれを踏まえてね、今回はじゃあどうやってメモを取っているのかと、はい、そういうお話をメインにしていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。まあ少し前回の復習をしましょうかね。人間は忘れるものですから、はい、少し簡単にしていきます。はい、1獲得個数でボーダーラインは変わりますよというお話をしましたね。はい、2大パネルとか台とか拡大係数とかを見て出玉を把握しようよと、そういうお話をしました。で1ラウンドあたりですね、1ラウンドあたりの出玉をはあるかっていうのを、ね、どれくらいあるかっていうのをね理解しようよという話ですね。はい、3できれば大当たりと砂糖で分けて測ろうよと、はい、で面倒なら、まあ、大当たりと砂糖も込みで1ラウンドあたりどれくらいの獲得できているのかというのを理解すれば OK ですよというお話をしました。はい、4ツールを使ってボーダー、今自分の台はどれくらいのボーダーになるのか、1回転単価はどれくらいなのか、じゃあ期待時給はどれくらいなのか、はい、それが理解できますよと、はい、理解することによってもっと他の台に移動した方がいいのか、はい、自分はこれくらいの期待時給を求めてるんだったら他に行った方がいいのか、はい、まあ、あっちはこれくらいの期待時期はおそらくあるだろう、今はこれくらいの期待時期だろうと、はい、予想がつきますんでね、はい、それを理解してくださいというお話をしました。はい、よろしいでしょうか。それを踏まえた上で、私はまず私今度春菜はどういうメモの取り方をしているかというのを今日お話ししていきたいと思います。はい、というわけでね、普段メモしている方法をお伝えしたいと思います。ちょっと見させていただきます。はい、ここに表示していますかね、していただけたらと思います。はい、まずね、日付ですね、何月何日何時からどこの店で打ったかというのをメモします。まあ、普段はどこの店でちゃんと書いてますよ。はい、でその日はまず朝一で富士子のアマデジバージョンを打ちました。で台番号も書きます。まあ、何台か機種があったら、どの番号が出来が良かったっていうのを把握しておきたいので台番号も書いておいてください。はい、でこの日は朝確にしておりました。まあ、朝一で旋風確認状態でした。はい、で24,250個残り借りれますよという画面だったので24,250からスタートと、まあ、いう感じです。でこれでワンプッシュで当たったんですね。すぐ当たりました。はい、で4ラウンド獲得して4ラウンドでそれ以降は R がラウンドなんですけど、もう面倒くさいんで数字だけ、数字とコンマ何ラウンド取ったっていうのを書いていきます。はい、4ラウンド取って合計16ラウンド取ったと。はい、で合計16ラウンド取って、1710個ですね。はい、でラウンドベースが106です。はい、でのメモします。その後ですね、はい、もうそれはもう旋風確変しか目的なかったので、すぐに取り切って北斗無双に移動しました。はい、で台番号書いてますね、無双。はい、で1682からっていう画面だったんですね、左側のここね、今ある球が、はい、1682個からで、はい、でゼロ回転かってことです。ゼロからってことはもう誰も回してないんですよっていうところからスタートです。はい、で左側最初目のスのが何千円分使ったかと、はい、4っていうのは4000円分です。つまり1000個使ったってことですね。はい、250個で1000円分、500個で2000円分、750個で3000円分、4000円で1000個です。1000個使って
68回回しましたよっていうの、はい、まあ、できれば1000ですね、もう1何回2何回っていうのが理想ではあるんですけど、めんどくさいので、はい、大体もう1頭の中で、ああ1000分で何回ってもらったな、1000分で何回ってもらったなっていうのだけを覚えておいて、はい、でまあ気が向いた時にメモしておくと、はい、いう感じでメモしてます。はい、まあ2000ずつぐらいはメモした方がいいかもしれないですね、まあ、僕は結構ズボラなので、はい、そんな感じでしてますね。はい、で6000円分で 8回回ったなと、ああいう感じ で次のプッシュでたまたままあ本当に飲まれる寸前に当たったという感じでしたね。はい、で当たって次はラウンド数分メモしていきます。はい、まず6ラウンドだったんですよ、単発です。6ラウンド単発だったんですよ。で6ラウンドとパカパカが1回ですね、1回にパカパカがあって、そこで15個入りました。だから15っていうのをメモしておいたんですよ。まあ、本当は正確には13とか12とかなんですけど、打ち込み個数なんで、まあ、マイナス15します。はい、で、単発で当たって時短で16ラウンド引いたんですよ。うん、はい、で、それで16ラウンドで確認引いたけど、そのままスルーしちゃって、3365個獲得したよというふうになりました。はい、で、そこから15を引いたと。最初のパカパカを引いた。それはあのランドベースでないので。はい、なんで無双では22ラウンドを獲得して3350個獲得したと。はい、で、まあ、保留がへそ保留が空いてたので、まあ、あのホルコン対策で右打ち中に左に戻してへそにお肉を貯めましてっていう感じで、一応これはメモしておりました。はい、続いて3375個から借りれるんですよね。3375個から今無双は134回転のところから、まあ、一時たまん全部抜かないので、はい、134からもう一回再度測り直しをしています。はい、で同じようにメモしていくわけですね。はい、2000分で何回転回った、5000分で何回転回った、1万円分で何回転回ったと、ああいう感じでメモしていきます。はい、で 13K 分で357、223回回ったんですね。でちょっと周りが足んねえなと思ったので、この台はやめました。はい、でこの後米印で後でメモしてるんですけど、これはね、後で稼働終わった後にメモしてます。気になってどんくらいの感覚あったのかなっていうのを、まあ、大体頭で分かってるので、はい、その場ではもういちいちやってたらもう時間がもったいないんで、はい、大体まあ見たいアニメとかなかったらね、はい、あの次の台打ちながらやっててメモしたりしますけど、まあ、大体稼働終わってからメモしますね。はい、稼働終わってじゃあこの台は19K 分測って331回転でベースが 17.42 と、はい、1000当たり大体 17.42 の回転数だったと。はい、で22ラウンド取って3335個を取れたと。でラウンドベース 151.1 ってこれめちゃくちゃ取れてますね。はい、まあ、うん、サポ中結構演出してでスルーしたからね、はい、まあ、女このポテンシャルは高くないと思うんですけど、はい、だったらじゃあツールに打ち込むと1回転単価が 8.16 円、時給1469円、多分もうちょっとラウンドベースは低いと思うんで下がると思いますけど、はい、まあ、期待時給は1469円だったという感じですね。まあ、僕は大体1800円以上はさすがに打ちたくないので、まあ、見捨てるのは正解だったと思います。はい、で続いてリングに移動しました。はい、でリングが268番台で、まあ、台の番号を書いて、全部使い切ってまたお店の再プレイからスタートしたので24125で回転数118回転目から打ち始めましたと、はい、そういうメモをしております。はい、で4000円分使って182回転回りましたよというのを書いてますね。1000個分ですね。はい、182とか、はい、5000分、7000分でこれだった、8000分でこれだった、で、1万円分でこれだったって感じでメモしていきます。はい、で1万円分で278ですね、278データランクでいたので、そこから打ち始めた118を引いて1万円分で160回転回ったと、はい、いう感じでメモしてます。でその後またワンプッシュですぐ当たったのかな、はい、当たりました。で4ラウンドを取ってまた何ラウンドかっていうのだけをメモしてます。はい、4ラウンドを取って444計16ラウンドで1620パス取れたと、はい、いうのをメモしてます。でまあちょっと、まあ、これでアクシデントちょっと発生しまして、もう
この台は打つべきじゃないなと思ったんでやめました。10球分で160回転もあった、まあ、ベースが1000台16回転の台、はい、で16ラウンドで1620個取れたと。でラウンドベースが、まあ、101.2 だったんですね、はい、ただ、まあ、この台がストップボタンがね壊れてたんですよ。でストップボタン壊れててなんかスルーも取らない、なんかストップボタンも詰まるんですよね。詰まって球が出たら出なかったりして、はい、でスルーも取らない。でこの台はもう打つのはもうしないってことをメモしました、はい、で続きまして、シンフォ2に移動したわけですね。僕はすぐに移動したのかな。あ、そうですね、取り切ってすぐ移動しましたね、はい、シンフォ2で何番台、はい、で1654から打ち始めて24回転からスタートした。1000分メモした、4000分メモしたっていう感じで当たったんですよ、はい、で当たって3ラウンド最初3ラウンドね、3ラウンド当たってそれもラッシュ入って、そこからもうずっとこれ当たり続けたので、28年、うん、28年したので、まあ当たるたびにラウンド数だけはメモしていくと、はい、何ラウンド何ラウンド何ラウンドって感じでメモしていきます。でもうちょっとね、サウナ行きたいと思ったのでね、結構いい台だったんですけど、まあ、サウナ行きたいと思ったので、あの稼働はやめることにしました。でこの台が4000分かって86回転待った、ベースは 21.5、はい、で198ラウンド取って、24,890 個ですね。なのでラウンドベースが125ですね。おそらく、まあ、最初のパカパカを除いたら、まあ、6割以上はだからオーバー認証は成功してると思われます、はい、125で単価が 9.25 円で時給が、まあ、1804円ですね。でメモとして、まあ、ステージ癖もいいしひねりも結構決まりやすかったので、イベントなのでへそ分けば狙っていこうと、はい、そんな感じでメモしました、はい、で最後に自分が獲得した球ですね、メモして、はい、プラス何個になったよと、はい、収支がこんくらいでしたよっていうのをメモします。はい、でいつも使ってるフォーマットでツイッターに書いて今日の反省みたいな独り言みたいな感じですけどね、はい、メモして投稿すると、はい、で毎日の収支をつけてるアプリでメモすると。以上が私のメモの習慣でございました。はい、よろしいでしょうか、はい、ということでね、まあ、皆さんのねこんな感じでメモしてますよっていうのもあったらぜひコメントで教えていただいて、はい、僕のメモの仕方もね、もし参考になれば嬉しいなと思います。はい、そんな感じです。以上です。ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。